あ、そうだ。ちょっとここで動画用のやつ一個撮っとこうかな。何もつけてない状態のブルゴーニュ。HG5436% か火災ブ発ドウ生リジュース。スク。ブドウジュース。AP10000900、装填28秒、17.5キロ。応急工作。消耗品動作時間15秒の準備時間80秒。修理班3回。装填ブースター2回。で、エンジンブーストか。高弾性74,700。対水雷防御高いね。55%もあるんやね。これが基本スペックやね。380ミリ。17.5キロ、28秒。36秒か、旋回。耐久は高い。機動性32ノット。旋回半径はまあ変わらんか。910で。テンダ16.6秒。隠蔽15.9。ほんとだ、わら、そんな水雷防御あったっけ。まあ装甲はそんな硬い方ではないよね。バイタル。あ、バーベット装甲最低値一番下の方にこうピッと80ミリってのがくっついてるね。第一四方前に20ミリの装甲がくっついてるわ。監視甲板を貫いた大口径砲が、あれ見方が分かんなくなった。そうやね。32ミリを貫いた弾が20ミリをやすやすと貫通し、バーベットにダメージを与えていくっつって、すなわち砲が止まるっていうことになるじゃん。分からんけど。でもどうなんだろうな。側面300ミリか。使ってみないと分かんないけど、砲が止まるかもしれんね。よくこれがブルゴーニュの何もつけてない状態のスペックでござる。はい、ってことでご視聴ありがとうございました。